なんだ。今のは怪獣。風呂星山に強烈な波動を感じる。これたくさん取れたもんですから、もう痛み入ります。あ、夕飯までに帰ってくるんだぞ。はい、風呂星山に帰ってきます。相変わらず仲がいいですね。玉やつに取れないって、うん、なんか用事があるじゃん。それで私たちは何をすればいいの？人形を探すとか言ってたよな。はい、そうだ。この山のどこかに6体の怪獣人形が埋まっている。それを回収したい。探すって言ってもね、俺とタロはなんとなくありかわかるんだ。手分けしよう。俺は私が水を引いていこう。あれ、じゃあ俺のこっち。ってことは私はこっちね。そうだね、サル君。じゃあ、あれ、この向こうか。どうする？ここで待ってく？行く。おい、ちょっと待ってって。俺が先。狭い狭い狭い。引っかかってる引っかかってる。いってマジで。行った行った。バックが。引っかかってる引っかかってる。狭い。あった。あれ、なにこのトゲトゲ。苦労したかいがあったな。まあ、見ようによっては可愛いかも。見ようによってやった。うん。ちぐさからだ。トゲトゲ怪獣見に来て。だって、やべえ、先越されたぜ。これはハンザギランだな。鍾乳洞に住むオオサンショウウオの鳥獣で、なんかこいつらその生命力は侮りがたく、私たちも負けてらんないね。口から吐く妖怪液や大群ガスも非常に厄介で、おーし、俺らも早く見つけて送ってやろうぜ。頼むわよ、太郎大名人。十字の方向に勘あり。十字の方向、よーっとろう。なんか宝探しみたい。二人とも緊張感が足りないぞ。一軍、貴様、イカルス星人。一軍、いかにも我が輩イカルス星人。我が支配者の命によりこいつを渡すわけにはいかんのじゃ。その話詳しく聞かせてもらいましょう。トモヤ君、なんでここに？イカエサの一軍。いかかか、どうしてもうおしまいか。ウルトラーデンリキティ。いかー、こいつすっげー顔してんな。キングクラブだ。顔のハサミと尻尾は強力だぞ。ありがとう、助かった。別に君たちを助けたつもりはありません。僕は僕で、この件を調査するだけです。さっきみたいな連中も動いている。用心することです。なんだよ、一緒に来ねえの？濡れるのは好きじゃない。友也、今の私では守りきれない。力を貸してもらえないだろうか。あれ、トモヤもいるし。いや、この怪獣キモ。やろ、直に電話してやる。あら、おかしいな、剣が鳴ってる。やばくない？
まあなんとかなんだろう。うん。お、次あっちなんかある。いかんいかん。我が輩としたことじゃ、奴らの力を見くびっていたようじゃ。作戦を変更するしかないかもしれん。これかっこいいな。最後の一つはちょっと離れてますね。ヒカルとはまだ連絡がつかないのか。ダメ、県外、山ん中だしな。いや、私のテレパシーにも応答がないのだ。この怪獣たちが放つ波動の影響かもしれない。キングクラブにレッドキング、それをイカルス星人が狙っていた。待てよ。どうかしたの？イカルス星人の目的が分かったぞ。あった。あ、強そう。これで最後みたいだな。ミスズたちと合流しなくちゃ。ご機嫌いかが？ミスズ、これどうして？ケンタとマヤは一緒なんだろう。あ、うん、もうすぐ来るんじゃないか。ミスズ、それより集めた人形見せてくれないか。それは構わないけど。うん、はい。ほら、ミスズ、お前大丈夫、何でもないから。またないか。おおい、ヒカル、チグサ、逃がさないからな。え、私観念しろ、イカルス星人。よく見破った。いかにも我が輩、イカルス星人。我が支配者の命もいかどうぶん。うん、捕まえた、捕まえてってる、捕まえた。うん、いいじゃないか。イカカカ、逆転こそ我が命。おとなしく集めた怪獣どもを出さないか。返答遺憾ではこの娘が、この首筋。普通の命には変えられない。イカ、今こそ我が輩に秘められた真の力を生かすとき。ポチダークライレッドキング、ポチバラバ、ポチシーゴラス、ポチレムスター、ポチハンザギラス、ポチキングクラブ。おお、いい感じ。そして我が輩とこっち、イカルス星人合体サイラント。怨念が合体した暴君怪獣タイラント、波の怪獣で歯の立つ相手ではないぞ。どうすんだヒカル。いるだろ、波じゃないやつが。ヒカルくん、とっておきのスペシャルがさ
ウルトライブ、ウルトラマンティガ。よし。でも色が違くね。あれが本来の姿なのだ。私も早く大きくなりたい。ですがウルトラマンのライブには時間制限があるはず。油断は禁物です。3分以内に倒しゃいいって話だ。じゃあいられませんね。ジャンファイト2ダッシュ。ジャンファイト。勢いだけで突っ走りすぎなんです。悪い、助かった。借りを返したかったです。ジャンカーロン。なんか痛くない？見事な連携攻撃だ。やったら。もう正義の味方が二人がかりとはいかがなものか。七体合体のチート野郎には言われたくないよ。え？もう一度聞く。貴様をその姿にしたのは何者だ。いかに落ちぶれようと我が輩口は割らないからな。ザワワ。います。言わせてください。いいですか。よく聞いてくださいね。我が支配者は。あ、どうした？なんだ？
力、すさまじい波動を感じる。逃げてください。こっちだ。とは桁が違う。やめてもらっては困ります。ジャンナインの力はこんなものではありません。する気だ光る。ティガはもう使えない。まして他の怪獣では瞬殺されるだけだぞ。それがどうした。光くん、トモヤは来てくれたぜ。どうして。彼を返したかっただけだ。確かに桁が違うみたいだな。楽だ。
ても変わらないものはここに。僕らの星はあの夜空で今も輝いてる。思うように進めない、君もまた繰り返して、溺れ落ちた悔しさが目の前曇らせてた。憧れが夢に変わった瞬間、僕らは星降る丘の上に立って手を伸ばしたね。どんなに時が過ぎていっても変わらないものはここに。走り続けて叶えるまで、あの日の光が今も何だって。学校から出られない。どうしてこんなことに。俺たちに迫る闇の支配者からの新たな刺客リンガ。この戦いはボクシングで決着をつけようぜ。次回ウルトラマン銀河閉ざされた世界、さあ君も一緒に冒険だ。タイガー、ウルトラマンティガーモーティタイプ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンブレイザー、Ultraman G Primitive、 Ultraman Tomica UTC Series Coming。 夢を力にしてみんなの夢を守る。走れユーマ。スキップ出動だ。了解です。君の思いが私の力となる。想像力を解き放て。ウルトラマンアーク毎週土曜朝9時、テレ東系列発、世界同時期放送、同時期配信中。よう、いつも応援ありがとう。チャンネル登録するとウルトラヒーローの活躍をもっと楽しめるんだぜ。登録よろしくな。